はい、どうも KB です。今日はですね、こちら、もう誰もが知ってますよね、スネアドラムです。ですね、私、一番多い時でスネアを所有してたのが、20何台だろう、22台とか23台とか、多分それぐらいスネアを持ってた時期があったんですけど、まあとある時期からそのいろんなものを使うというよりも1個のものでこういろいろ音を変えようっていう方にちょっと考えを変えて、でそこからだいぶこう売ったりとか、したんですけど、で一番多い時はそれぐらい、ありまして、でその時にやっぱよく言われてたのが、そんなにいるのかということなんですけど、どういう時にどんなスネアを使ってたか、これ多分、過去に話したこともないし、レッスンでも話はしたことはないんですけど、それについてちょっとこう話そうかなと思いますね。まあこれはいろんなこうバンドをやってなんかこうレコーディングやら現場やらスタジオやらでこうなんか自分の中で勝手に身についたものというか、自分の解釈なので、なのでそれの考え方が全ての人にあるわけでもないし、別にその考え方を押し付けるつもりもないですし、ただ個人的にはこういう風な感じで、スネアを使い分けているっていう、ちょっとその話を、したいと思います。でですね、まず、歌物の話で今日はしたいと思いますね。まず、歌物に関して言うと、男性ボーカルか女性ボーカルかっていうのでまず分けるんですよ。で、そのボーカルが男性の場合だとこういうスネア、女性の場合だとこういうスネアっていう風でまず大きくまずそこで分けます。で、それが、どういう風に分けるかっていうところなんですけど。女性ボーカルの場合は、基本的に僕は使うのはウッドシェルです。木ですね。で、男性ボーカルの場合は、その、金属、俗に言うメタルシェルを使います。で、それがなぜかっていうとこなんですけど、女性って当然、声が高いじゃないですか。まあ、低い人も中にいますけど、基本的には声が高いじゃないですか。で、スネアもその金属類の方が、高いので、金額ではないですよ。音が高いので、そうすると、高い高いで被ってくるんですよね。で、それが被ってしまうと、まあ、俗に言う全体のバランスを見た時のスネアの抜けが悪いんですよ。っていうのもあって、そうすると、木の方が金属よりも音がこう低いので、なので、そうなってくると、カーンっていう音がまずなくなるっていう風になってくると、高いに対して低い。で、この男性ボーカルの場合と、低いに対して、じゃ違うな。女性ボーカルが高いに対して低い。で、こうか。男性ボーカルは低いに対して、このスネアが高い、金属類にするんですよ。そうすると、要はここの差が出るので、そうすると、全体を通したときに、スネアが埋もれないんですよ、音が。そこで、こう、なんか、以前、それこそ、まあ、レコーディングとか、してたときに、レコーディングの、こう、撮ってくれた方とかと、まあ、喋ってたんですけど、女性ボーカルで、金属シェルを使うと、周波数が被ってくるっていう話を、こう、されて、で、それもあって、じゃあ、ウッドシェルにしようってなった時に、全体をこう聞いた時に、こう、音が抜けて、で、ああ、スネアの存在感がちゃんと出るなっていうのがあって、じゃあ、こう、女性ボーカルの時は、ウッドシェルを使って、で、男性ボーカルの時は、その逆で、こう、メタルシェルを使うっていう感じですね。まずそこが、まず大きく分けるとこですね。まずそこでもうその選択肢をしてしまえば、まず基本的に外れはないので、まあ、チューニングとかがちゃんとできたらの話ですけど、チューニングができれば、そこで、こう、ちゃんとスネアの音は抜けるし、存在感は出るので、なのでそこをまず一個、大きく分ける、分岐点ですね。で、そこから、なんかどこで演奏するのかとか、
そういうところもこうこの後いろいろ考えていくんですけど、それこそライブハウスで演奏するのか、モールで演奏するのか、まあ、営業ですよね、で演奏するのか、はたまた野外で演奏するのかとか、そういうところから、まあ、またこういうふうに分けていきますね。なので、本当に細かいところをこう話してたら、すごくとこ大変なんですけど、そこでまず、本当、男性ボーカルか女性ボーカルかっていうところで、いろいろ分けてもらうと、いいかなと思いますね。なので、私の場合だと、そのスネアがたくさんこうあった理由っていうのが、結構その自分が好きな音は使わなかったですね。その自分が好きだからこの音っていう風ではなくて、そのボーカリストが歌いやすいとか、そうやって全体のバランスを考えた時に、あ、これがいいかなっていう風な選び方をしていました。なのでそういう風でこう選んでいくと、なんかどんどん、あ、こういう音もあった方がいいな、あ、こういう音も欲しいな、あ、これも持ってると便利だなとか、そういうところからどんどんこうスネアが増えて、20代を超えてましたね。で、今ですけど、こっちかな、よく、こっちのハングルから映像を撮ってるので気づいてる人もいるとは思うんですけど、スネアが、8台今、この部屋にあって、で、ちょっとまた数を減らそうかなって思ってまして、で今だとここの部屋だと4台かな。だから、まあ、これは入れてないです。なんかそこにあるのが4台ですね。なんかそこに8台あったのがもう半分、こう、減らそうかなっていう感じで、厳選して。だから、なんだ？マホガニ、チタン、バンブー、13のマホガニだけは残ってます。だから、カーボンメイプルとか、まあ、メイプルの類ですよね。とか、あと、スチールとか、そういうのは、まあ、ちょっと、手放してもいいかなっていう感じです。まあ、そんな感じで、今回ちょっと、まあ、大まかな、分岐点のだけの、ちょっと話になってしまったんですけど、そんな感じで、こう、いろいろ、こう、スネアは使い分けております。なので、そういう風にこだわってくると、何台もいるっていうことですね。その、自分の好みで、これっていうのがもうあれば、別に1台で十分だと思います。で、別にそれがいいのか悪いのかっていう話にこうなった時に、別に悪いとは思わないんですよ。1個のスネアを徹底的に使い続けて、基本的にはもうチューニングも変えずに、で、これが、この素材のこのチューニングのこの音が自分の音だっていうのを、なんかこう、強調するのも全然ありだと思いますし、だからそれも、なんか1個の、こう方法だと思いますし、ただ個人的にはそうではなく、こういろいろ使い分けて、なんかいろんなボーカリストとかにこう合わせてこうやった方の方がいいかなと思って、そういう風にやってたってだけですね。なのでどっちが良い悪いとかっていう話ではないので、まあその辺はこうその人のプレイヤー次第で好きにやってもらっていいかなと思うんですけど、まあ個人的にはそうやって台数を持ってた時はそういう風に使い分けてたっていう話でした。またなんかそんな機材のこうチョイスの仕方とか、なんか過去にこう動画で喋ったことないことがまだなんかふって思い当たる節がないんですけど、何かあったらまたこういう風にこう伝えたいと思います。以上でーす。